皆さんこんにちは。子供の頃は身近なものを使って工作し、それを使って遊んでいた方も多いのではないでしょうか。 NHK 教育 E テレの工作番組、作って遊ぼうをよく見ていたという向きも少なくないでしょう。同番組で工作を教えてくれるワクワクさんとして出演していたのが久保田雅人さんです。久保田さん、今どうしているのでしょうか。久保田さんが日刊現代の記者に会ったのは、東京メトロ銀座駅から徒歩6分のところにある喫茶店内の会議室。久保田さんは変わらずワクワクさんのままでした。作って遊ぼが終わってこの3月で11年、番組放送期間中からやっていた全国の幼稚園や親子の工作教室などで工作を教えて遊ぶという活動をずっと続けております。番組で取り上げたりカットされたりしたものを再演しています。でも実はこの帽子や衣装は番組で使用したのとは別物で、似たものを探して着用しています。久保田さんはまずはこう言ってにっこり、作って遊ぼの裏話などをする講演会や幼稚園の先生の研修会、大学の学園祭も含めると年間100本ぐらい、長年続けておりますといろんなことがあります。とある幼稚園では園児の数が半分以下になったり、廃園となった幼稚園があったり、少子化を肌で感じています。寂しいですね。家庭内でも少子化を感じていると言います。久保田さんは29歳の時に劇団の5歳年下の後輩と結婚、30歳の長女、28歳の次女、26歳の長男に恵まれたものの、3人とも未婚で孫はいないと言います。将来の不安から結婚しよう、子供を持とうと思わないみたいですね。子育ての楽しさ、喜びを教えるべきだったなと親として反省しています。子育ては確かに辛さもありますが、たとえ裕福でなくてもそれを上回る喜びがある。私は家で家族5人で食事をする時が一番幸せでしたから。 NHK から日焼けなどを禁じられ、子供たちが小さい頃に海やスキーに連れて行ってはあげられませんでしたが、顔のシワが少なく肌が綺麗なのは日焼け禁止だったおかげかもしれません。毎晩お風呂でゴシゴシこすり洗いをした後、何もケアしてないんですけどね。子供たちと長年接しているので心も老けずにいられました。健康面も問題なく、仕事に穴を開けたことは一度もありません。久保田さんの3人の子供たちは一般の仕事に就いており、長女と次女は独立、現在は夫人と長男の3人で都内のマンションで暮らしています。子供たちには私のようにテレビに出るような仕事に就くのは絶対に許さんと伝えていました。照明や音響など裏方ならいいけれど、表に出る役者などの仕事ほど努力が報われない職業はないですから。私は27歳でワクワクさんに選んでいただき、テレビの仕事だけで食べてこられて本当にラッキーでした。それまではオーディションを数多く受けても合格したのは2つだけ、苦労しました。3年前に YouTube チャンネルワクワクさんの工作教室をスタートさせています。リアルだけでなく動画でも工作の楽しさを伝える活動を続けています。番組終了後、雑誌などで工作を紹介していて、文章や写真だけでなく動画で伝えたいと思ったのが YouTube を始めたきっかけ。スタッフ3人にボランティアで協力してもらっています。制作費くらいは賄いたいのですが、赤字ですね。それでも今のコンセプトで続け、ワクワクさんのイメージを守りながら活動を続けていきたい。私は人前で喋ること、工作をすること、子供たちと遊ぶことが大好きなんです。気晴らしは映画やアニメの DVD 鑑賞だという久保田さん。70年代の邦画や洋画、仁義なき戦いやゴッドファーザー、昔のテレビアニメ、銀河英雄伝説とかが好きですね。さて、もともとは落語家や教師志望だった久保田さんは、立正大学4年の時に夢破れて劇団入り。1989年に手先の器用さなどから作って遊ぼの試作番組、ワクワクおじさんのオーディションに所属劇団の推薦を受け合格し、同年ワクワクさんとしてデビュー。翌90年から
作って遊ぼうがスタートすると、明るく親しみやすい工作ぶりで人気を得て、2013年まで23年間出演を続けてきました。番組のスタッフは最初から最後までほぼ同じだったので、チームワークが良くて、月に1回はみんなで居酒屋やカラオケに行っていました。相棒の子熊のゴロリ君の着ぐるみに入っていた操演者や声を担当していた方とは、本番直前に今日行く？30分だけ行くかと目配せし、本番を終えた18時頃から30分のはずが午前3時まで飲んだりも。彼も私も声が大きいから、もしかしてワクワクさんですかと声をかけられ、酔いが冷めたりしてね。このようにワクワクさんは現在も講演会や研修会などかなり忙しく活動をされているようですが、またゴロリ君との楽しい掛け合いを見たいと思うのは私だけでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。